はい、皆さんこんにちは、ナンシーです。ということで、すいません、これ先に見せるつもり全くなかったんですけど、全部お楽しみにさせようと思ってたのが全部バレてます。すいません。ということで本日はフィボナッチ。ちょっと待って、喉本当にやばいわ。今日はですね、ナンシーちょっと喉がガラガラで、あんまり大きい声が出せないんですけど、聞こえますかね。はい、今日はですね、フィボナッチ、はい、について説明をしていきたいと思います。以前にフィボナッチの説明してるんですけども、なんかフィボナッチでもいろいろ種類があるので、ナンシーいつも一つの種類のリトレースメントしか使ったことがなかったので、今回は他の、はい、フィボナッチもちょっと覗いていきたいと思います。その前に、コメント、カズさん、ナンシーさん、今日のライブ放送、ライブ楽しみにしています。ありがとうございます。平均線の引き方がいまいちよく分かってないので、フィボナッチがうまく使えるようになりたいです。また他のテクニカル分析と組み合わせも楽しみにしています。すいません、カズさん、今日はですね、多分全部の説明したらなかなか組み合わせまでいかないと思うので、またパート2で、はい、説明していきたいと思います。すいません。よしさん、ナンシーこんばんは。ポチッとしてありがとうございます。フィボナッチうまく美容院使いますか？ FX で使っている人はいるみたいですが、楽しみにしています。そうですね、確かに FX と BO と比べると、やっぱ BO 短期取引になるので、でも結局は水平線で節目ラインになってて、こう反発とかする可能性も結構あるので、そこを狙い目にこう取引で利用するのもなかなかいいと思います。長期的なスパンで見ると、日足とか見てるとサポートとかレジスタンスとかのラインをなんかこう分かるためにフィボを使うこともできて、 FX でも使えると思うんですけど、でも反発狙いで水平線を狙うのも BO では、はい、使えると思います。ということで、マークさん、はい、ナンシーちゃん、今日もよろしくです。ポチッとしました。ありがとうございます、マークさん。マークさん、ちょっと、ヘルプミーです。ですね、タイムゾーン、後でまた説明するんですけども、フィボナッチのタイムゾーンでいいリンクがあれば教えていただきたいです。なかなかね、探してもね、なんかあんまりいい情報がなくて、外国人トレーダーのところも見ていったんですけども、なかなかみんな説明なんかしんどいな、聞いててみたいなのばっかりで、なんし、もう10秒も経たないうちにもう見たくないってなってしまった。なんかいいのあれば教えてください。ちびあなさん、こんばんは。フィボナッチ楽しみにしてました。しっかりじっくり勉強します。今日もよろしくです。よろしくです、ちびあなさん。でさ、ナンシーさん、こんばんにゃ。フィボナッチですか？懐かしい。ムフ。上手にお願い。上手にお願いします。上手にいけるかな？はい。できるだけ、はい、頑張っていきたいと思います。ということで、フィボナッチなんですけど、皆さん、そもそもフィボナッチって知ってる？誰か。知らないって。フィボナッチ、ダヴィンシだったっけ？なんだったっけ名前。ダヴィンシだったっけ？ダヴィンシだった。なんか忘れた。違うわ。なんていう名前だったっけ？違うわ。誰だったっけ？フィボナッチ。ちょっと待って。名前いつも忘れる。皆さん、今日は、紹介したいと思ってたんですけど、コマネチをやってくれるそうです。山田さんがコマネチうまいんですよ。あれ、どっか行った。ちょっと覗いてます。カメラを切り替えたいんですけど。どっか行った。
どっか行きました。ってことで、あ、レオナルド、レオナルド・ダ・ヴィンチが間違えた。レオナルド・フィボナッチですね。はい。の方が作ったあれで、黄金比率合ってる？うん。あ、アクさんよろしくです。あ、ヨイジさんも来てる。え、カッパさんも来てる。おお、結構来てるね。サクさんよろしく。よろしくです。カッパさん、ナジーちゃんこんばんは。毎日ポチッとしてる。昨日はボコボコにやられました。マジですか。今日もよろしくです。ナジーね。ボーナス期間内に入金するの忘れてたんですよ、完全に。だから、ボーナス狙い。なくなった。はい、入金するの忘れてた。今日、担当部署にお願いって手合わせて頼みに行ったんですけど、ダメって言われて、へえって。システム的に無理って言われて、へえって。ゆうじさん、こんばんは、なしちゃん。お医者で参加できました。ありがとうございます。今日も勉強させてください。喉の方もお大事に。そうなんですよ。ちょっとね、話すのが。はい。ちょっと大変。アキさん、よろしくお願いいたします。よろしくです。クーさん、こんばんは。こんばんはです。ナンシー、本当は実はね、トイレすごい行きたい、今。もうトイレ行けない。はい、ということで説明していきますね。まずは、まあ、フィボ、黄金比率みたいな感じでもう数字があるんですよね。で、フィボナッチの細かい内容は知らなくていいので、とりあえずフィボナッチの基礎的に言うと、この数字を覚えていただきたいんですけども、38.2、50%、61.8%、まあ、ざっとですよ。38、50、62っていう、この数字なんですけども、この数字がよく、節目ラインでよく戻ってくるっていうことで、皆さん水平線なし以前によくタッチするなっていうポイントを引いてくださいみたいな感じで、それだと水平線が引けますって説明したんですけども、ね、それを上手に引けないっていう方が結構多いです。なので、MT4 とかで、本当にそれこそ、フィボを使ったら、それも簡単に弾けるようになるので、ぜひ、フィボナッチを使うと、もう何も考えなくても弾けるようになります。で、この 38.2 とか50とか 61.8、このあたりに来ると、よく節目ラインということで、よくタッチするなっていうのがわかります。はい。フィボを弾いてみると、あれ？ここよくタッチするな。へえ、みたいな不思議な、現象が見れます。で、基本的には 38.2% っていうのは、何の数字かというと、リトレースメント。まあ、今から説明するんですけど、リトレースメント、うるさいな。リトレースメントを弾いたときに、これいつまでになるんだろう。はい、止まった。リトレースメントを弾くときに、38.2、ぐらい戻ってくる。だから戻りをこう測るものなんですけども、さっきのトレンド開始のところから、開始かな？うん。まあ、アップトレンドであれば開始のところから、こんだけ幅があるとしましょう。ここが安値、ここが高値。このトレンドラインに沿ってリトレースメントを引いたときに、どんだけこの安値のところから、こう、戻しが来るか。で、今の戻し基準っていうのが、例えば 38.2% のところにありますよ。ここ結構節目ラインですよっていうのが不思議なことにあるんですけども、そこで例えば買いを入れる。そしたら次に、またその戻しが例えば 50% まで下がってきたっていう時に、また買いを入れる。まあ、何しであれば、マーチンゲル 38.2%、50%、61.8%、今日やるかもしれないです。はい。という形でこう入れていくんですけども、こういう節目なライン、よくタッチするぞ。だから本当に待てる人であれば 61.8 に戻ってくるまで待つみたいな、構えるみたいな感じの方の取引がいいと思うんですけども、あ、すごい熱い。ちょっとね、なんしね、熱かもしれない。と、うん、いうことで、それが基礎、これだけ覚えておいてください、フィボ。で、次にリトレースメントなんですけども、はい、これリトレースメント、ちょっとなんし離れます。はい。リトレースメントなんですけど、基本的にはアップトレンドであれば高値のところにこう線を引きながら、こうリトレースメントっていうのを引いていくんですけども、で、丸したのが先ほど言った、30%だったっけ。はい。
で、50%あたりで62%あたりに線を引くっていう形で、このように、はい、ここが節目ラインだよ、ここで購入しようねって、それ以上下がってくれば、本当に100%以上こうやって安値を超えてしまうこともあるので、この時は例えば相場の様子をちょっと見るように、ちょっと置いとくなど、はい、待つ力が試されるので、本当に待ってみるとか、そういった自分でルール決めながらこう取引していくのに、すごいレッドレースメント使えると思います。はい、で、引き方また後ほどリトレースメントで、リトレースメントは基本的に一番使われている、はい、フィボナッチのスタイルだと思います。これが基本中の基本。こっからちょっと学んでいただきたいと思います。で、次に、次に、はい、アークというものがあるんですけども、あ、てか、フィボのあれを先に見せよう。まずは、フィボ。こうやって、はい、MT4 見ると、フィボナッチでも、リトレースメント、タイムゾーン、ファン。あ、ファンの説明あったかな？忘れた。ファンと、アークと、エキスパンションがあります。で、その中でも、今説明したリトレースメント、一番上のものが一番利用されているものですね。そしたら、次にちょっとタイムゾーンに行きましょうか。はい。タイムゾーン。あ、やっぱいいや。アークに行きます。アークなんですけども、アークっていうのは、何し見てみたんですけど、どちら、本当にこうやって丸っこくなってるんですよ。ここで見たら、あれまっすぐの線になってるかなって思うんですけども、先ほどリトレースメントと基本、引き方は一緒です。ただ、若干、このアークっていうのは、本当に遠目で見ると、丸の半分になってるんですね。このような感じで。ちょっとこう地球っぽくこう丸くなってるんですよ。で、これは若干多分そういうズレ、ずっと水平線って一緒のとこにタッチしないですよね。水平線を引いても、あれ、ちょっとずつずれていってるなっていうのを、わかる方もいると思うんですけども、ちょっとのズレにこう対照してるような感じかなってナンシーは、フィボのアーク見て思いました。で、あんまり利用してる方はちょっと少ないです。しかし、どちらかというと、トレンド用、レンジというよりも、若干こう、レンジでも調整が入ってるレンジとか、ちょっとトレンドついた時用に利用するのがいいのかなって思いました。アークですね。で、次に、はい、フィボのタイムゾーンなんですけども、これ正直、なし分かんなかったです。本当に。結構フィボのタイムゾーン使おうみたいな YouTube で外国人の方も利用してるんですけども、線を引いてでもですね、こうやって線を引けるんですよ。で、要するにどういう考え方が、ちょっとナンシー聞きますね。どういう、ロジックが、あ、間違えた。どういうロジックのもとでこれがあるかっていうと、要するにですね、その時間、取引する時間、例えば今この時間で 高値をヒットした、この時間帯で安値をヒットした、この時間枠からして、次のこの時間枠の間にまた高値と安値ヒットすることがあるだろうという考えのもとに、フィボタイムゾーンっていうのを引けるんですけども、ですね、引いてみると、後ほど引き方というか、引き方がわかんないんですよ、いまいち。どこ見てもわかんないです。本当に。何しわからなかったです。調べました。しかし、わからなかった。で、引くと、これ自分が好きなようになんぼでも引けるよね、みたいな感じになるので、何が正しいのかわけわからなくなってくるんですよね。一度皆さん、フィボタイムゾーン引いてみてください。多分、ナンシーが言ってることがわかると思います。自分が好き勝手に引けるようになってしまうんで、何の時間枠で、どこに引いて、どこで留めたらいいかっていうのが、なんか、いまいちちょっとわかんなかったです。正直。はい。あんまり使えないのかな、みたいな。で、次に、フィボエキスパンション。すいません、ナンシー、フィボファン。追加すんの忘れてたな。後でしよう。はい。フィボエクスパンションなんですけども、これもなかなか使えるかと思います。これはどちらかというと、ちょっと何し、消えますね。トレンドの転換用に使えるかなって思って、
あ、ちょっと待って、これファンじゃないわ。あ、これファンだわ。でもファンの部分が表示されてない。これでちょっと見えにくいと思うんですけども、すいません。実はですね、ちょっと左側にドットが、ちょっとナンシー戻ってきますね。この上、ナンシーの、あ、これ、ここ。ここにですね、赤いドットがあるの見えますか？はい。そこが、NG っぽくなってるんですけども、ここで取引してるとしましょう。はい。その中で NG に若干なってますよね。ちょっと高値があって、安値があって、NG みたいな。で、トレンドが転換したっていう時にこうやって引けるんですけども、逆に戻ってきた時に、こうアップトレンドになるのかなーって思ってた時に、こう戻しがあった時にこうやって、はい、入ることができるんですけど、なかなか、61.8の、はい、フィボナッチのこのラインを抜けてしまうと、エキスパンション、フィボナッチエキスパンションを抜けてしまうと、今度は100あたり。で、また次、結構水平線161.8をよくタッチしますよね。なので、これもなかなか、フィボナッチエキスパンションなかなか使えるかなって何社思いました。で、フィボファンは実際にちょっと、ナンシーと一緒に すいません、画像が完全に、はい、忘れていました。なので、ちょっとナンシーと MT4 を使いながらちょっと説明をしていきたいと思います。はい。あ、L さん、ロゴ投票したよ。ありがとうございます。山田さんのコマネチみたいな。そうなんですよ。いつも逃げるんですよ。その辺でね、なんかすごいみんなに、披露っていうのを、こう、見せたい感じしてるのに消えるんです。ヨッシーアイランド、僕もフィボナッチリトレースメントを使ってました。これはレジサポラインで反発やブレイクを狙えばいいのですか？ナンシーはそう思います。ブレーキはブレイクや反発狙い。本当にサポレジとして利用するのがフィボナッチですね。なので、その通りです。キーさん、講座解説したのですが、ユーザー名は何でもいいのですか？何でもいいですよ。ただ、他の方もユーザー名を使ってる可能性もあるので、その場合はこちらからサポート部から、そのユーザー名使われてるので、他をお願いしますみたいな感じで連絡入るので、はい。なので、はい。一度、何でもいいので、好きなユーザー名。例えば、ナンシーラブとか、はい。で、講座解説をしていただけたらと思います。はい。ってことで、ここまで大丈夫ですかね。はい。ではでは、ちょっと、実際に MT4 を利用していきたいと思います。見えるかな？これはフィボナッチエキスパンションを使ったものですね。ちょっと1分取引に変えます。で、全部表示ちょっと消したいな。で、ナンシー、グリッドは嫌いなんで、グリッド消去して、ローソク足。で、1分。で、ちょっとグリッド。で、フィボナッチの、フィボナッチファン。はい、フィボナッチファンも一緒のように引きます。でもどちらかというと、これはトレンドで利用したいから、ちょっと引き方変えたいな。まあいいや、ちょっと一旦消そう。トレンドのはっきりしてるものはありますかね。あ、これでいいか。ドル円でいいや。グリッドなし。ローソク足。はい。で、フィボナッチファンを選択して、ここすごいアップトレンドになってるので、でもまあ、どうしよう。なので、ファンはトレンド用ですね、完全。ここに落ちてくると、だんだん反発の38%、50%、61%とこう見えるので、なかなかこれも、はい。ちょっと引き方おかしいけど、まあいいや。もうちょっと下の方がいいかな。あ、でも、ちょうどここ見てください。38.2%っていうところにもちょうどタッチしてますよね、こうやって。で、50%のところでも長いヒゲが見えます。見えますか、皆さん。
こうやったら見えるかな。エキスパンション、なかなかいいところつついてるんですよね。よくローソク足のボディがタッチするとこも 38.2% で、逆に、ヒゲができてるとこも 50% で、 61.8% っていうのは結構ボディにタッチしてるところがあるので、なかなかこれもトレンドにファンは使い勝手いいと思います。はい、ということで、では実際に取引にどのように利用していくかっていうのを見ていきたいんですけども、せっかくなんで今このドル円で取引してみましょうか。ちょっと点トレーダー開く。ちょっと今日はデモ講座を利用していきます。で、はい、でオンデマンドドル円30秒でいいかな。まあ1分でいいか。1分にしよう。はい、ということで、何個か使うのもいいと思うんですけども、まあリトレースメントをちょっと利用できるように、これちょっととりあえずリトレースメントはリトレースメントでタイミングをちょっと待ちましょう。で次にオージードルもグリッドを外してロウソク足でちょっと、はい、で何を使うかな。フィボナッチでリトレースメントを使いましょうか。この場合はちょっと緩い感じのアップトレンド、こんな感じですね。引けましたね。ここちゃんと、まあ、ちゃんとはできてないけど、安値こうタッチしてますね。で抜けてますね。なので次 23.6 のところよりも 38.2 に下がったところで購入をしたいと思います。これもちょっと OG、 あ、そっか、これ1時間足か。1時間足はちょっと待ってないので、ちょっとこれでやりましょう。こうやって時間足、別で線を引くのもありだと思います。はい。そしたらリトレースメント、フィボナッチリトレースメント。これだったらダウントレンドになりますね。ダウントレンド、今ちょうど100あたりですね。それだとちょっと購入したいところですね。オージードル。行きましょうか、オージードル。1分トレードで買い、はい、買いでいきます。これを抜けるとちょっとまずいですね。結構ダウントレンドがザーッとブレイクしたっていう基準で、乗っかりで、それこそブレイクした乗っかりでいきたいと思います。で反発して上上がればそのままハイ購入でもいいと思います。でこれはリトレースメント、トレースメントですね。ちょっと終わるまで見とこうかな。反発しましたね。ゼロラインで。なかなかいい感じです。はい。はい、いけましたね。なので、これは一つ、リトレースメントの使い方。はい、これは終了したいと思います。そしたら他にユーロ円見てみましょう。でグリッド外してロウソク足で1分足で、次使ってみたいのがフィボナッチのファンかな。あ、ファンは使ってるんだ今。アーク使ってみましょう。アークも一緒のように、はい、引きます。であんまり使えないね。でもわかる、このちょっと調整が入ってるような丸
でもいいとこ結構つっついてるよね、こう見たらね。結構なんかクイーンと綺麗だよね。ほら、わかる？ここでローソク足結構タッチしてる。綺麗だね。すごい綺麗。そしたらこれもちょっと。これはなかなかタイミング来なさそうですね、これで行くと。結構こんだけきつい、何？トレンドにはちょっと合わないと思いますね。どちらかというとちょっとレンジっぽい感じの方が。ユーロスイスフランも結構上がってるか、ユーロオージ。ユーロオージでも使えないかな。あんまり使えなさそうだね、あれね、今は。時間帯のあれもあって。え？変わった。使えないですよね、完全に。使えないです。ちょっと使えない。そしたらちょっとタイムゾーン見ますか、どんな感じか。タイムゾーン驚きますよ。とりあえず OG エンジン見てみようか。ドルエンジン見てみましょうか。タイムゾーンが意味わからない。行くよ行くよ、これ1分で行きますね。で、まあこれ安値、これ高値、安値高値。でも今高値これだもんね。あ、やっぱこれで行こう。これ一応安値高値、ここだけ見ていたとしましょう、例えばね。で、ここが今ここだとしましょう。この、ここ。で、これ安値でした。今高値クリアしたんだ。次の、また安値高値基準ってどのあたりって言ったら、この辺ですよ。この辺で、まあ、高値か安値来ますよ。この時間帯でまた高値安値来ますよ。ここでも安値になってますよね。ここと比べると。安値ですよ。で、またこのあたりで高値ですよ。でも結構当たってるかも。あ、当たってるかも。この辺で本当に高値更新してるもんね。そしたら次いつ頃っていうのが、あれ見えないな。また引かなくちゃダメなんだ。わかった。そしたらもう一回引いてみましょう。高値安値。あ、結構面白いかも、これ。タイムゾーン。そしたら、こっから、この安値から、ここの高値。そしたらこの2番、ここでまた新しい更新がありますよって感じですね。あと1,2,3,4,5,6,7、 あと10分ぐらいあるかな。はい、ちょっと置いときましょう、これ。タイムゾーンなかなか面白いかも。はい、で他は何見ていきましょう。他はグリッド外して、ロウソク足、1分近くする。で、インサート、フィボナッチ。タイムゾーンやエキスパンションですね、次。あ、エキスパンション、ちょうどいい感じかも。そしたら、エキスパンションとしては、どうしようかな、ここでしてみようか。まだちょっとはっきり決まってないけども。これ。この辺の安値で、またこの辺の高値で、どうしようか、高値でも下がってきてるもんね。でもまあいいか。でも高値ここだもんね。だいぶ抜けてるよね。だから NG、 分かった、逆だ逆だ、間違ってる。ちょっと待って、フィボナッチエクスペンションで、あ、もうごちゃごちゃになった。ちょっと待って、もう一回、ちょっとユーロ円、
ジュライアン、オッケー。ああ、もうこれ消したいんだけど。やだ。ちょっと待って、エンスフィボナッ、フィボナッチ、エクスパンションで、ターン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 、って感じかな。いやエナジーここ抜けたらでもここで一旦買いってことかな。なんか難しいね。もうちょっと的確に、ちょっと待って、ちょっともうちょっと綺麗に引きたい。もっと綺麗に引きたい。だってこれでやったらおかしいか、やっぱここだよね、どう見たって。高値、あ、でもここまで落ちてるもんな。え、でも、ここまで引かなくちゃダメかな。わかった、ほんじゃ両方引いてみよう。で逆にターン、ターン、こんな感じで。オッケー。両方引きました。だって。こっちの N 字、こっちの N 字もありえるし、逆 N 字もありえるし、だから両方のパターンで、とりあえず 61.8、ここ抜ければ、いや、ここ反発狙いでいこうかな。ここ反発狙いでローを入れるし、逆にここの下の 61.8 にタッチしても、ハイを入れます。はい。両方できるようにしときました。そんな感じかな。あとは待つのみ。あとは待つのみです。ウィンド、これ全然来ないね。これも全然来ないし、これも、おおおお、ユロ円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 、売り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 、あ、いけた。でも抜けたら買いだけど、結構抜けたっぽい。もしや、あ、30秒取引だったら勝てたな。行けましたね。はい、行けました。なのでこれが何だったっけ、これがエキスパンションだ。エキスパンションのこの説明ですね。これだから両方引きました。 N 字と逆 N 字両方とも、はい、これは終了。行けました。で次、タイミング来なさそうだね、これ全然。これも時間まだあるし、でもどっちか使ってみたいですね、タイミング来たら。
だからドル円だ、ドル円。皆さんのコメント見ていきます。MT4 の画面が見えませんよ。え、嘘。ああ、最悪。最悪。最悪。うわ、そしたらどっちかが見えなくなる。最悪。OK。はい。すいません。今、タイムゾーンの説明とかも見えなかったかな。今ですね、この2番っていうところ、はい、が次のその高値安値更新する時とされています。この2番ね。で、今こっちがファン、はい、を利用してるんですけども、多分オブジェクトファンだね、フィボファン。で、この 38.2 に来るまでは購入できないんでちょっと待ってます。はい、そんな状態でございます。どこに線を引いてる？なんかこの辺とこの辺と勝手に引かれるんで、もうこの辺で取引します。で、パート2に期待。すいません。全然わからんよ。すいません。ユーザー名は変更できますか？ユーザー名はできないですね、変更は。テントレーダーしか見えないのでわからないです。すいません。こっちも意味わからん。ただ今、ナンシーの独り言中です。MT4 の画面が見れないからわかんないよ。テントレーダーが邪魔で MT4 見えてないよ、やっぱり。せっかく楽しみにしてたのに、めっちゃ見る今日の放送意味ないですよ。クーさん、すいません。いつ気づくかな、久しぶりですね。両方行きましたって。そうなんですよ。ちょっと最初から説明した方がいいかな。どうしようかな。アークは使えない、正直。アークは使えないです。ちょっとアークの説明しようかな。じゃあ、ちょっと待って。あ、うん。アーク、例えばこれアークを入れると、まあアップトレンド、ダウントレンドっていうのは、まあどれも一緒ですね。フィボは基本的に安値高値引いていきます。うーん、どうしようかな。もっと長いスパンでやろうか。アークはね、あんまり使えないっていうのは、結構ね、緩やかな感じのトレンドとか、レンジとかにしか向いていないと思うんですよね。例えば、まあ、このあたりにしましょう。よく線。そう。で、基本的にはダウントレンドの時に、この、はい、反発でこのあたりにタッチしたら、ローだよっていうのが分かるんですけども、これだと多分アークってさっき言ったように丸の半分、丸の半分だから、あんまりなんかあれ、でもこれで見たらなんか違うね、感じが。やっぱり大きいスパンで使いすぎたらダメなのかな。うん、でも次のもう今ここでは見えないけども、次この辺りでまたここは反発したら、あのこう売り時っていうことが分かりますよね。長めのスパンで使うのがいいんかな。でもアークは基本使えないと思ってる。何しようね。ちょっと1分にもうちょっと近くでやるか。エンシェルフィボナッチアークス、これ引けないよ、こんな。じゃあ無理無理、引けないわ。あ、無理だから使えないです、基本的には。うん、使えないというか使えはない。うん、でてかちょっと待って、他のやつタイミング来てる、もしかして。
で、さっきうまくいったのはフィボナッチのエキスパンションですね。N 字で利用しました。N 字、転換、トレンドの転換の時に使うんですけども、これだと例えば、この辺りにいるとしたら N 字だから、エッジを安に高に、はい、こんな感じで利用します。で、一応高値、これは、ボディ的にはここ水平線で安値で、ここで上がっていく。だからここ今ちょうど売り時ですね。ミッドレースメントでいくと、ポンド円、ポンド円ちょっと売ろう、ポンド円、早く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 、ポンド円ちょっと遅かったかな。ちょっと遅かったですね。遅かったです。161.8。ここで、フィボナッチ、エキスパンション。ここで売りたいところですね。161.8。はい。ちょっと遅れました。マジ。で、それが、フィボナッチ、エキスパンションの使い方。で、ちょっと先ほどの、タイルウィンドウ、戻ります。あー、さっきの消してしまったんだ。タイムゾーン。あ、タイムゾーン。あ、いけてるいけてる。で、2で、2、このタイムゾーンの2、あ、っていうかちょっと待って。ポンド円、あ、これは違うんだ。あれ、さっきの、あ、ゲゲ。さっきの、なんだったっけ、ファン使ってるのがなくなっちゃった。でもこれで、ちょうど、売り時じゃないですか。ドル円。ドル円、ボロ。ドル円、ボロ。なぜかというと、今、タイムゾーンフィボナッチ的には、高値と安値の時期、枠で、以前、これ、ちょっと大きくしよう。こっから、これが安値だった、ここが高値でしたっていう時に、この辺りにいたんですけども、その時に次、この枠内を考えて、次その枠で行くと、時間枠で行くと、いつ次、高値、安値、あたりに来るかっていうのが分かるんですね。なので、売り入れました。そう、売り。なぜならば、もう高値をこの2あたりで更新するんじゃないかなって思ったんで、はい。で、ちょうどなんかちょっと、ロウソク足も変わってきたので、ちょっと様子がおかしいなって思って、はい。何しろ、ローで入れました。成功ですね。タイムゾーン、おそらく。いい感じですね。はい。ということで、タイムゾーンは、いけました。さっきの、どうだったのかな？あ、さっきのやつもうまいこと言ってたの。1ドルで購入してたの？さっきのやつも、タイムゾーンも OK、エキスパンションも OK、アークはちょっと利用できない、ファン。ファンは使ってないね、まだ。ファン。ファンでいくと、フィボナッチ、ファン。フィボナッチも、安値。まあ、この辺にいたんかな、さっきまでは。まあ、いいか。まあ、いいか。今、時間がないので、ちょっとここに引かせていただきます。で、安値から、こう、トレンドラインを引くと、今、ちょうど50あたりにタッチしそうですね。で、しかも、こうやって他のフィボと合わせることも結構よくて、61.8 のラインにも来てるし、50あたりに来てたら、これはそろそろ買い時ですね。ポンド円。はい。いい感じです。買い入れました。あ、でも抜けてるよね。今思ったら。ちょっと抜けてたら様子見の方がいいかもしれないね。めちゃめちゃ抜けてる。しかも何し何 ?30 秒取引したんだ。反発狙いでうまくいったらいいんだけど。いけましたね。はい。でもちょっと抜けそうなので何しはもうこれは取引しないです。はい。これが、ファンの利用方法。で、次に、リトレースメントは先ほど、ここ。リトレースメントしてみましょうか。これで全部説明がつきます。テンプレート、グリッド。
で、リトレースメントはもう簡単ですよね。リトレースメント。こうなっち。フィボナッチリトレースメント。え。なので、どうしようかな。こんな感じにしようかな。ちょっと抜けてるけど。その時間ないしな。ポンド円行こうか。ポンド円。リトレースメント。でもまあこれだとしよう。今、まあ、この辺りにしかいないとして、今ちょうど 23.6 だから微妙ですよね。でもちょっと入れましょうか、一旦。はい、23.6 なので、あんまり重要性は高くないです。次の 38.2 まで待ちたいとこなんですけども、とりあえず。はい、しました。はぁ、ちょっと苦しいね。はい、ということで成功しました。今日全部いけてるよ、フィボナッチ。すごくない？はい、ということでここで終わりたいと思います。今日の洋服は可愛いことを認めます。ゆっぴーさん、ありがとうございます。説明し直して説明しました。いろいろ気づいたときにわーって言うなし。ふうさん、みんな次回期待しましょう。もう次回はないですよ。ゆっぴさん、あ、気づいた、気づきました。全部見えていませんよ。そうなんですよ。ヨッシーさん、説明し直していけたかな。ゆっぴさん、今日の洋服かわいい。ありがとう。ブログの講座解説した担当はナンシーさんになるの。ナンシー経由でブログ解説すると私担当になって、私がお電話させていただきます。はい。オッチーさん、ナンシーさん、こんばんは。遅刻しました。MT4 久しぶりですね。そうなんですよ、おちさん。はい。たかたかさん、勉強になります。ありがとうございます。ケンジさん、MT4 が見えない。嘘。今も見えてなかった。見えてたはず。まあ、ちっちゃくてちょっと見えづらいね。確かに。ということで、フィボナッチ、なかなか良かったと思います。はい。ということで、またパート2でこういう風に説明してほしいとかあれば、また教えてください。またパート2やりたいと思います。結構ね、なし、フィボファンなんで、はい、やっても全然いいと思います。ということで、Thank you very much for watching. ではまた、あさって、はい、の放送お楽しみにしといてくださいな。ということで、ありがとうございました。じゃあね、バイバイ。